ドメインモデルの例ドメインモデルはシステムに関わる様々な実態とそれらの関係を説明するシステムの概念モデルである。ドメインモデルはシステムの鍵となる概念と用語を文書化するために作成される。ドメインモデルではシステムの主要な実態とそれらの間の関係を明らかにし一般にそれらの重要なメソッドと属性も洗い出す。すなわちこのモデルは システムの構造的な観点を提供し、通常はユースケースモデルで動的な観点を補足する。ドメインモデルの重要な利点は、システムの範囲を明らかにすることである。ドメインモデルは、プロジェクト関係者で理解を共有し検証する際に、威力を発揮する。コミュニケーションツールとしても役立ち、技術者チームとビジネスチーム間の中回転としても役立つ。ドメインモデルは、 ソフトウェア開発工程の実装工程でコーディングの参考として使用することができる。実体はクラスになり、メソッドと属性はそのままコードになる。それらに英語で名前を付けていれば、そのままソースコードに流用することが多い。このようにモデルからコードを生成する手法はモデル駆動型アーキテクチャでよく採用されている。ありがとうございます。